ケミアルビはフィンランドの自治体で最北の町である。ラッピ県に属する。人口は2015年6月30日現在で7869人で、面積は3931.44平方キロメートルである。そのうち425.84平方キロメートルが水域である。人口密度は2.24平方キロメートルである。北にペルコ 東にラ、南にポシを、西にロバニエミに接する。フィンランド語を公用語とする。ケミアルビには、以下の村がある。1580年、ケミアルビに、最初の定住者が現れた。オール出身のパーバリハロネンである。妻の名は、アンナ・ローリン・ティター・ハロネンで、三人の子供に恵まれた。パーバリの家は現在では、ハロセンランタとして知られている。これ以前は、 サーミ人が訪れるだけだった。市内にサーミ人の聖地のアンマンバーラがある。1934年、ケミアルビまで鉄道が伸びた。さらに北のサルタまで伸びたが、第二次世界大戦の結果ケミアルビ以北は廃線になった。ケミアルビ駅からロバニェミ、オール、ヘルシンキまで鉄道で移動できる。2006年9月、ケミアルビヘルシンキ夜行列車は廃止された。 国鉄は、ロバニエミー北の非電化路線では、ディーゼルエンジンの寝台列車は使えないと述べた。2007年、交通通信省と国鉄は、夜行列車復活のために資金を募る合意をした。2008年、新技術によって、夜行列車は復活した。2014年3月、ロバニエミからケミアルビまで電化されたため、夜行列車も電化された。ケミアルビが所属する、 東ラッピ地方には、スキーリゾートのスオム、ルオスとピハ、サンラ、ルカ、クーサモが立地する。ケミヤルビの隣にある、美しいは、夏の観光地として知られている。湖は、丘と大きな森に囲まれている。カワカマス、ペルカ、ブラウントラウトが釣れる、パイクパーチが釣れる最北の湖でもある。ケミカワは、ケミヤルビからロバニエミを通り、ケミの海に至る。 ツリー以外には、ハイキング、トレッキング、ボート、カが楽しめる。ウィキメディアコモンズには、ケミアルビに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。